トールエクスプレスジャパン株式会社は、大阪府大阪市中央区に本社を置く、日本郵政グループの運送会社である、旧社名フットワークエクスプレス株式会社。トールエクスプレスジャパンの車両の例1938年、創業。1951年に、姫路、大阪東京間に、日本初の定期路線便を運行させるなど、長距離路線業界の草分け的存在。 旧社名日本運送時代に黄金期を築き、性能運輸と並び業界に君臨した。1990年にフットワークエクスプレスに、社名変更、キャッチフレーズも、手から手へ、愛のメッセンジャー。とし、事業多角化と国際化を進める。2001年に倒産、民事再生法を申請。2002年に、会社構成法に切り替え、2003年に、 構成計画認可決定。オリックスが74%出資する子会社を s L に主要事業を上として、同社を新、フットワークエクスプレスに社名変更。オリックス主導の下で再建を図っていたが、2009年に豪物流大手トールホールディングスの完全子会社となり、2012年にトールエクスプレスジャパンに社名変更した。二千十五年に、 親会社のトールホールディングスが日本郵便に買収されたことにより日本郵政グループ入りしたフットワークエクスプレス時代の塗装ありがとうございます